リチャード・フォンタナは、アメリカ合衆国のフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアに詳しい弁護士である。フォンタナは2005年12月から2008年2月まで、ソフトウェアフリーダムローセンターの法律顧問を、務めていた。フォンタナは現在、レッドハットのオープンソースライセンシング並びに、特許関連顧問を務めている。フォンタナは、GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン3。 GNU Lesser General Public License 3そして GNU f ェロゼネラ General Public License について、リチャード・ストールマン、エベン・モグレンと共に合わせた3人の主要著作権者の1人で、ある。SFLC における、フォンタナの功績は、フリーソフトウェア財団のようなフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアに関わる同所の顧客の、 法的代理人に就任したこと、並びに著作権と特許問題に関し彼らに助言を行ったケースなどが含まれる。ありがとうございます。